でもこれ見た目でわかりますか？ちょっと、ね、うわーすごいね。一番はそのさっき言ってた塩辛かなって思いましたけど、塩辛は入ってません。入ってないんです。はい、入ってない。本当に今まで機会がなかったですね。いや悔しい。めっちゃ悔しい。こっちの世界なんで。ガチ悔しい出ましたよ。じゃあ2番目はそこじゃなんですかこれ。2番はね、ウルカって言うんですけど、あ、知らない。ウルカもわかんないね。はい。知らなかった。あ、出ました。ありがとうございます。私、臭いのが大好き。それ本音？大丈夫。本音です。MC の豆助です。よろしくお願いします。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ですね、初登場の方がいらっしゃいます。兵庫県在住の秀村美穂さんこと堀ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。堀ちゃんね、実はずっと前からね、はい、オファーをかけてたんですけど、今回ようやくついに初登場ということで、普段ねナースのお仕事がお忙しい感じなんですよね。今ねまさにね、コロナの第7波。あ、すごい大変だ。そうなんですよ。で、なんかね、いろいろクラスターとかもあって、うん、それでちょっと忙しいのもあって、なかなかちょっとご一緒できなくて申し訳ないですけど、今回すごい、っていうか ここに出てる場合なのかって逆に今言っちゃった。いい、大丈夫かなって、うん、そんなね、ポリンちゃんはね、もともと音声アプリのクラブハウスで出会って、ケーポネーっていうね、お色気ボイスをやってる人のルームで出会ったんですよ。あ、ショウコちゃんは知ってるか。じゃあちょっとね、ショウコちゃんとユウさん知らないと思うんで、ケーポネーってこんな人なんですよ。ちょっとこちら見てください。リブのポーク、豚のお肉、骨付きのやつね、と丸々のガーリックがバーンって入ってて、どうですか今、揺さぶりついてみたいな。ありがとうございます。私はいつもあのスープとその野菜たち食べてます。あっさりして美味しい。どうですか結構、ね、いや、なんか複雑な味よね。複雑な味の決定は、まあ、チョイス次第でもあるんだけどね。で、マンダはあの私が煮込んだスープのマンダ料理を食べたんですけど、多分おマンダは食べない。しょうがねえな、もう朝から朝も。はい、ということでね、こんな稽古ねのね、血筋を受け継いでるポリンちゃんは、キャラクター重視で採用されました。よろしくお願いいたします。はい、お色気ボイス。お色気ボイス。しちゃっていいですからね。はい。いいんですか？はい、お願いします。はい、ということでですね、今日はこの3人と一緒におしゃべりするだ。わーん、イェーイ。今回のテーマはこちらです。毎日食べたい発酵食品。食品の保存から味わいや香りの変化、さらには栄養価のアップなど、健康面でもいろいろな魅力があるのが発酵食品です。そこで今日は皆さんが普段愛用する発酵食品をご紹介ください。まずはですね、しょうこちゃん、あなたの毎日食べたい発酵食品は何ですか？毎日食べたいかって言われるとちょっとハテナなんですけど、ほいほいほい、あのそもそも海とかその海洋生物使った発酵食品って皆さん何をご存知かなっていうので、みんな知ってるものって言ったらイカの塩辛、うん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 、がまず一番最初に上がるかなと思うんですけど、イカの塩辛は発酵食品で、もともと日持ちをさせるために作ったのが始まりなんですね。あのイカの腹ワタを使って、で塩もいっぱい使ってめちゃくちゃ塩辛くして常温で日持ちさせるっていうのが、うんうんうん、まあ、一番最初
の、はい、イカの塩辛なんですけど、あまりにも塩辛いものって今あんまり好まれないんですよね。で、なんか桃屋さんっていうメーカーさん、ご飯ですよとかあるところのメーカーさんは残ってます。その常温の塩辛っていうのが置いてる品物なんで、今はもうその味重視っていうか、保存効かすよりも美味しい方が好きっていう、うん、まあ好まれるみんな嗜好品なんだよ、そもそも。まあまあまあ嗜好品だよね。はい、まあ塩分少なくして冷蔵で売ってる。本来は違うんだ。でもそう、本来は違います。冷蔵もなんかいらないぐらい塩気が効いてるから、梅干しじゃないけど本当に塩辛いので、はい、もうそんな感じです。いう感じなんだ。はい、知らなかった。あ、出ました。ありがとうございます。あ、なんか久々に聞いたな。何これ、猫ね、元気してるから。久しぶりに声出しました、こんな声。いきなりヒット打ったな。出たよ、その知らなかった、待ってました。関西人なんでね。いいな、そうなんだ。素晴らしい、うん。まあでもなんかね、酒のつまみって感じだね。確かにね、毎日食べるってちょっとね、はい、晩酌とかにあったら嬉しいっていうタイプの発酵食品。はい。で、皆さん、イカの塩辛以外に何を知ってますかっていうことで、ちょっとクイズで作ってきました。これね、ちょっとユウさんはね、結構詳しそうな可能性ある。いやいやいや、いや、わかりませんよ。いや、もう、いや、でもこれ見た目でわかりますか？ちょっと。うわぁ、すごいね。わかんないですね。わかりやすいのが3番とか、6番はちょっと違いますよね。みんなとは。え、ポリちゃんどうですか？ 1番は、そのさっき言ってた塩辛かなって思いましたけど。塩辛は入ってません。入ってないんです、ね。はい、入ってない。あと私がイメージしてたのは、なんか、オイルサーディンとかなんかそっち系かなとか思ってたけど、それはなんか、まあ保存食のイメージだったか、缶詰。確かに。ね、オイルサーディンはね、発酵はさせてないんですよね。発酵はさせてない。あれは煮て火を通して保存させるようなやつかな。うんうんうん。火を通。ということは、これは全部生か。生で発酵させて保存って。そうですね。3番とかは沖縄の郷土料理とかで見たことありません？お豆腐に魚乗ってるのか。そうなの？もう魚が分かんないもんな。あ、そっか。まあ僕、当然答え知ってるんだけど、フラットな第一印象で言うと、なんか4番はカニ味噌っぽいかな、ね。ああ、カニ味噌っぽいね。確かに。うん、ですよね。で、6番が、なんか、ホヤっぽい色かなっていうのはわかるけど、ホヤじゃないんだよね、これがね。そう。じゃあちょっと、しょうこちゃん、なんかヒントもう一個ぐらいなんかあるかな。商品名言おうか。まだわかんない可能性が。そうですね。1番は酒盗って言います、うん、お酒を盗む酒盗。聞いたことはありますよね。私酒盗大好きでした。でも意外と酒盗が何でできてるかって分かんなくない？確かに酒盗とクリームチーズとなんかワインとかね、お酒とかすごいつまみの定番としてはあるじゃないですか、酒盗は、うんうんうん、けど酒盗が何かってユウさん分かります？いや、今まで見たことも食べたことも全然、今日初めて。やったー、うん、やったー、ゆうさんに。ゆうさんも意外と知らない。そう、やっぱね、ちょっと、びっくり。何もおゆうさんに難しいって言ってもらうのも、うん、でも本当に今まで機会がなかったですね。いや、悔しい。めっちゃ悔しい。世界なんで。ガチ悔しい出ましたよ。じゃあ2番目はそこじゃなんですか、これ。2番はね、ウルカって言うんですけど、あ、知らない人は知らない。ウルカもわかんないね。3番はスクガラスって言います。もうそこが初耳なもんね、わかんない、ね、そっか、スクガラスわかんない、そうか。そう。で、4番はこれはガン漬けって言います。ガン漬け絶対知らない。実はガン漬けってカニにつけるって書くんですよ。カニ漬けって書いてガン漬けって呼ぶから、俺が最初にファーストインプレッションでカニっぽいかなってのは、あながち間違いじゃないなと思う。うんうんうん。さあ、そして5番目。5番は、メフンって言います。メフン。これはね、メフンっていうのは秋鮭なんですよね。秋鮭の、腎臓です。これね、漢字で書くと、
女に奮闘の奮って書いて、目奮って呼ぶらしいんですよ。はい。はい、私も漢字は知らなかったですね。こうやって書くんだっていう。6番目で。はい。これは聞いたことあるんじゃないかな。これはこの綿です。はい、うん。はい。この綿は聞いたことはあるけど、それは何だろう。あるけど、何の何かは分かんないですよね。分からない。分かんない。はい。じゃあ、改めてね、翔子ちゃん、一個ずつね、最初のあれは何だったんですか？はい、主刀は、まあ、マグロとかカツオとか、そういう大型のお魚の、と胃袋とか腸とかを使用して洗ったものを、うん、塩漬けにしたりして、発酵したものです。うんなるほど。はい。さあ、そして、ウルカ。ウルカはですね、これはなんと、アユです。アユ。はい。アユの内臓ですね。はい、まさかの、これは淡水魚の、内臓。うん。か、いろいろあるんだな。うんうん。アユって、その内臓が美味しいって言って、結構、その、ほろ苦いじゃないですか。はい。で、アユをバーベキューとかで食べると、その、骨以外なくなるみたいな。はい。で、3番のスクガラス。これは、アイゴっていうお魚のちっちゃい頃の姿なんですけど。アイゴがよくわかってない。これがね、アイゴが大問題で今。アイゴが増えすぎて、で、こいつ、その海苔とか海藻を食べすぎて、海を砂漠のようにしてしまうんですよ。これは大問題ですね。そうなんですよ。これが大きくなると食べれないんですよ。まずくて。ああ、そう。不思議なお魚で、めっちゃ臭いんですよ。すごいことになります。さばいてるだけで。ちっちゃい頃だとすっごいお金になるのに、大きくなると全く食べないっていう。変わったパターンだね。はい。ポリンちゃん知ってた？知らなかった。はい、ありがとうございます。合ってた。はい、いただきました。ありがとうございます。素晴らしい。はい。丸パクリだけ。ありがとうございます。知らないよね。そういうのがあるんだね。はいはいはい、はい。ガン漬けは、カニ漬けって書くやつですね。これは、かなりぐちゃぐちゃになってるタイプなんですけど、これはもともとカニを殻のまま発酵食品にしたやつなんですよ。もう、なんなら生きたまま。生きたまま塩漬けとかにして、で、もうそのまま出来上がったもの。殻の部分とかないように感じるけど。あ、これはもう、だからぐちゃぐちゃになってるやつ。ぐちゃぐちゃになってるから。はい、画像検索とかしてもらうと、その、結構カニの殻が残った状態というか、そういうタイプのものも見つかります。ポッコちゃん、ちょっと質問なんですけど、ここまでぐちゃぐちゃになるまでどのくらい時間かかるんですか？ごめんなさい。私、ガン漬け全然詳しくなくて、私知ったのが去年とかなんですよ。で、それも、魚検定の勉強をしてた時で。魚検定のね。こんなのあるんだっていう。で、それも、有明海とか、あっての方の、なんか伝統料理らしいですね。全然知らない。そうなんだ。九州とかあっちの方の食べ物なんだ。はい、調べておきます。さあ、そして、目粉。はい。目粉は、秋鮭の腎臓なんですけど、なんかね、なんだ、とか牛肉のレバーとか、一瞬見た目そっちにも似てるけど、はい、鮭なんだ。そうなんですよ。鮭の、血合いの部分って言ったら、あれかな、なんか背骨の方についてる、血合いよりもちょっと大きいなぐらいのところなんですけど、うん、これちょっと説明が難しいんですけど。人間も背中につありますもんね、腎臓。あ、そうなんですね。知らんかった。腎臓ですよね、これ。はい、腎臓です。魚もそうなんやって思います。はい。そうです。あ、そうなんですか。へ、なんだかアカデミックになってきましたね。面白いな。そして、はい、この綿。はい、この綿は、ナマコの腸です。ナマコって気持ち悪いやつでしょ？そう、ブヨブヨのやつで。これね、なんかの本で見たんですけど、ナマコって腸を吐き出すんですよ。そのびっくりしたり。そうですよね。はい。ユウさんも知ってる。どういうこと？腸を吐き出す？結構外敵とか、なんかに襲われた時に吐き出して、びっくりするじゃないですか。ってなるじゃないですか。で、それの隙に逃げるっていう。そういうことなんだ。で、それでなんかの本で見たことなんですけど、その、この綿を作るために、何回も驚かせて、うんうん、吐き出させて、で、しばらくして、また、
また驚かせて超吐き出させてっていうこと。超調理するの？をするみたいな、なんかもうすごい恐ろしい話を読みましたね。そうなんだ。もうすごい調理の仕方だね。はい、すごい昔の話だったんですけど。いや今度本当にあの探してみます、うん、全部1番から6番まで全制覇したいと思いますね、うん、あもうぜひ、ね、はい、いやいやこんな美味しいもんじゃないけど、ね、いやでもこの手のホルモン漬けっていうの日本各地にこういう文化ってあるじゃないですか。中でも富山県かなフグかなんかのあの漬けたものしょうこちゃんあるよね。フグの卵巣のぬか漬けですかね。はい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 、ね、フグは白子は食べれるんですけど、うん、あの卵巣はもう毒の塊みたいな感じで卵は食べれないんですよ、うん、生とか、まあ、加熱しても食べれませんっていうことなんですけど、なぜかぬか漬けにしてるとだんだん毒素が抜けていって食べれるようになるっていう、うん、これ本当謎っていうかなぜそんなことをやろうとしたのかがすごいよね。執念を感じる。そうすね、感じますよね。でもあれすごい美味しいから私大好きなんですよ。もう最高のおつまみ、お魚になりますね。まさかね、食べたことある人がいるなんて。すごい。うん。噂では知ってるんだけど、僕も、あ、なんか、人って不思議だなとか思いながらね、見てたんだけど。ちなみに、ポリンちゃんとかどうですか？なんかこれは好き嫌いとかってあります？私、臭いのが大好き。それ本音？大丈夫？本音です。ちゃんと匂いはあの感じますよ。臭いって思うけど、臭い臭い臭い好き。ああ本当。ああそうなんだ。ああ臭いの、そうね。うん。まあ、シドリーさんなんかも納豆が苦手だったりするからね。うん。あ、そっか、兵庫で言うと納豆は？納豆大好きです。ああ。でも、ちゃんとその嫌いな人の、なんて言うんですかね、あの、臭いのが苦手な人の気持ちに一回まずなるんですよ。自分の中で。うん。それはどういうこと？一回なるので、くっさ、くっさって思いながら食べるけど、もうそれがもう臭い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 、好き好き好きになる。ゆうさん、はい、カニシラーメンって ありますよね。ああ、あれはもう臭くてうまい。あれは別に発酵食品ではない。発酵ではないんですね。発酵ではないか。ただ発酵ではないけど。でも、タニシでスープを作るから、結構このタニシの、まあ、エキスって言いますかね。うん、その だからすごいね、好き嫌い、くっきり分かれる一品でね。好きな人はもう本当にドハマりするぐらい、毎週毎週食べたいぐらい。だけどダメの人はもう本当にね、部屋に入ったらダメでしょ、もう何、今まで何やってたのっていうのをするからね。うちも、うちの旦那がね、旦那がいないとき狙って、食べるんですよ。はいはい。そうなんですよ。あ、デンジャラスだ。かわいい。ちょっとしたテロ行為になってんだ。そうなんですよ。食べてみたい。食べてみたい。はい、はい、わかりました。ありがとうございます、はい。最後までね、ご覧になった皆様、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。またね、バイバーイ。バイバーイ。